あつきです。はい、今日の動画は本当に珍しくミステリー動画になります。私は今青森県の新郷村にいて、最近もめっちゃ新郷村に来ているんですが、キリストのお墓がある、伝説がある有名なところなので、新郷村がで、ちょっと私最近興味を持ったので、みんなと一緒にキリストの墓について学ぼうと思って今日動画にしていきたいと思います。キリストの里公園を管理しております門岸さんです。よろしくお願いします。まず公園とは言うものの、本物の墓があるっていう。すごいですよね。沢口家の本当のお墓で、キリストの子孫の方の墓ということを。すごいですよね。何年か前にダヴィンチコードっていう小説が有名になる。あれも結局結末はあれですよね。キリストの子孫が生きてると。あれはフランスで子孫の女の子だったんですけどね、生きてるっていう結末で、な、世界中が衝撃を受けたとか、カトリック教会が大騒ぎしたとかっていう、はい、我々新郷村民からすれば普通にキリストの子孫とサウナ室であったり。子孫の方々サウナ大好きで毎日お会いするって感じですか。まあ、いや、あの人プロサウナだから。新郷戦艦のサウナ室に4時にいるとまず会う確率が高いっていう。いいと思います、はい、いや、これはあれですよね、普通にこのキリストの墓があってから、そうです、そのこの子孫の墓の正面にあるのがいわゆるキリストの墓、右側がいわゆるキリストの墓、こっちがマリア様の遺髪と身代わりになって死んだ弟イスキリの耳が入ってる塚っていう、うん、ここはあれですよね、キリスト祭りっていうの6月の、はい、日曜日にあるんですけど、ここで神主さんが祝詞をここでやる。なかなか神主さんがなんかキリスト祭りっていうのは結びつかない感じ。神主さんによると日本は八百万の神の国だから一人くらいキリストの魂が入ってても何の不思議もない。実は私ここちゃんと来たのは初めてなんですよ。で、ここにこれがトライ塚、いわゆるキリスト、はい、これがいわゆるキリストの墓。大きい十字架。なんでここにキリストの墓があるっていうのが分かったんですか。ですね、昭和10年に北茨城市、はいの高祖皇太神宮という神社から竹内文書というのが出てきまして、その中にまずここの当時平井村って言ったんですけど、はい、そこのこの詳細な地図とこう丘の上のこう土まんじゅうが2個あるっていう、その地図まで一緒に詳しく書いてあって、その神社の宮司さんと、はい、それ研究なさってた富谷万山という水墨画家の人が村を訪れて、そういうところはないかって聞いたら、村長さんがここに連れて来たらしいんですよ。あ、そしたら、あ、まさにここだっていう、うん、すごい、ね、不思議だよね。でもパッと来てここだっていうのが分かったのも、なかなかすごいですよね。下調べしたとかそういう痕跡はないらしいので、実際にいろいろ発見はなさった、うん、は確かみたいなんですけど、ね、なんか結構大喜びだったっていう、うん、大喜びだった、ね、だったっていう記述があるんですけども、うん、結構多分ね、オカルト好きな方だと竹内文書っていうのは有名なお話だと思います。嘘か本当かと言われるどうなの、うん、前にここにエルサレムストーンっていうのがあって、イスラエルのから空輸で送られてきた石があったんですけど、それ何かって言ったら、イエス・キリストが貼り付け、十字架に貼り付けにされる時に、いわ十字架を抱えて裸足でゴルゴダの丘まで歩いていった時の、そのイエスが石に触れたその石がここにあったんですけど、これちょっと今老朽化してちょっと雨風にさらされてたので、今伝承館の中の方に
展示してますね。そうなんだ、結構レアなものが伝承館にある、ちゃんとあのキリストの遺言とかありますもんね、いろいろ、はいはい、なんか蔵書っていうか本もあったり資料がたくさんあるので200円は全然安いなって個人的に思います。これはあの十大墓からキリストの墓がトライ塚でこっちが十大墓って言うんですけど、うん、なんでこっちが塚でこっちが墓かっていうのはあのまあそれが竹内門前総会であるからそう呼んでるんですけども身代わりになって亡くなったおとといスキリの耳と、うん、マリア様の遺髪が入ってるよっていう。じゃあ掘ったらあるっていうことですね、もしかしたら。掘ればダメなの。あ、そうです祭りだと日本最古の盆踊りと言われている何やどやらをここでみんな踊るらしいです、ね、でなんか実際に私聞いてみたら結構なんだろう歌詞がね私は分かりづらかった。うん、あのヘブライ語だっていう、うん、まあ、我々はあの何やどやらの CD も作ったんですけど、はい、これがすね、中野のオカルトショップとかがいろいろ注文が来てちょっと趣旨が違うんですけどあっという間になくなっちゃって、今いろいろな、何やどやら収録した何やどやら完全版っていうCD も売ってます。こう歌詞を、ね、見ながらお茶を飲みながらあのいいですよ ね聞けるっつう。そうですよ ね結構これ売れるんですよね。湯飲みとこの何やどやら完全版、これ昔2、3曲だったのがバーッともう、うん、へー、うん、まさに完全版にふさわしい。本当に残りわずかで、お茶欲しい。あちなみに今日はあのデイリー東北さんの取材もありまして、はい、ちょっと今同行していただいております。ありがとうございます、よろしくお願いします。キリスト祭りで、はい、あそこの墓の周りで踊る何やどやらが一つのクライマックスになってて、もうカメラマンがその様子撮りたくて喧嘩になるんですよ、場所取りで。あ、一般の人も見られないし、なのでキリスト祭りが終わった後に ここの広場が一般の人が何やどやらを見られるためにある広場なんですか、ね、そのための広場、そのためだけの広場、それだけのために存在してる、ね、このイベント広場って書いてるんです、ね、結局イベントってキリスト祭りしかないからそのためだけの広場なんですか。なんかその信号村にも風習があるって聞いて、うん、あの赤ちゃんが初めて外に出るときは頭に十字架の、そうそうそう、怪我しないようにとか正座してたりすれば 足がしびれたりするじゃないですか、うん、ベロつけてこう十字架こうするとすぐ治るとか、ね、すごい。今の子もやってたり、あの今はちょっと見たことないですけど、少なくとも私の同級生はがやってた写真はあるんです。ってことはもう、まあ、50年ぐらい前はやってた、半世紀くらい前までは確実に十字架書くのは残ってた、面白い、うん、ね、昔の地元の人が着てた服があの昔のユダヤの人の服に似ているとかね、館内に入ると見られるんですよ。そう、館内にしか 見れないあのその十字架階段、怖い子供と共に一緒にお父さんお母さんも浮かび上がってくる仕掛けになってますから、ね、いやあれはぜひ見てほしい、みんなに、ね、あの赤子を見るとどうなるんですか。まあ夜寝られなくなるあの魔力があるんじゃないですか。はあ、ちなみにその赤子のポストカードがすごい人気らしいんですよ。皆さん人気ですね、え、人気なので今かっこいい T シャツも今我々インツコ坊やとかキリスト坊やとか いろいろ呼び名があるんですけど、多分ですね、昔のあの何十年も前のあのデパートに飾ってたあのマネキン人形を安易に引っ張ってきてああやったんですけど、
それが妙にドツボにはまってこうなんだろう、こうシュールな感じになってる。誰があれを見つけてきたか。今から見せるのは今回撮影禁止なんですけど、特別に撮影許可いただいて撮影してるので、皆さんはここの館内は撮影しないように気をつけてください。これ何がいるよ、キリスト坊やとかエチコ坊やとかいうのなんですけど、はい、これと目が合うと夜寝られる。怖い、めっちゃ怖いんだけど。まあでもなんだろう、そのこれと目があってから、はい、ここに出るっていうのは、今に願い事を書いてプラスネット願いがかな。おお、うん、ただ目が合わないと効果が薄いって言われてる。そうなんです、ね、そうです。 ここでタイム見てみますから、ね、え、ここ普通の鏡っぽいね。ここに立てばいい。いや、そうそう、ほら。これはまあ、そのいわゆるキリスト坊や、はい、うん、こっちの昔の信号村の人の衣装、うわ、まあ、ユダヤの格好に似てるよ。めっちゃ面白い。これ夜とかやらないんですか。夜くれば死にますよ。いや、面白い。これも怖いですよ。これで目あったから、うん、あと絵馬描けば願い事が叶うっていうね。すごい見える。はい、ということで今日は門西さんにキリストの墓についてお話しいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ね、信号村ってこれだけじゃなくって、ピラミッドとか他違う伝説のお話とかたくさんあるので、ぜひ皆さん気になった人調べてみたりとか、実際足を運んで来てみてください。特におすすめしたいのは、道路にこっちに行けばピラミッド、こっちに行けばキリストの墓っていう看板が、道路の看板があるんですけど、はい、これ世界に1個しかない。世界中に。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。門西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それじゃあ皆さん、バイバーイ。はい、じゃあ遊びに来てください。